衝撃、島次郎のラブリンが消えた理由がやばい。こんにちは、020です。皆さんは島次郎のアニメを見たことがありますか？子供チャレンジのイメージが強いですよね。最近羊のキャラクターラムリンがいなくなったのをご存知ですか？まずはラムリンのキャラクターについてご紹介します。本名は牧場ラムリンって、ピンク色の羊の女の子のキャラクター。3月3日 AM 3時3分に生まれ、 AB 型の一人っ子、精神年齢が高くお姉さん的存在です。お父さんは画家で、ラムリンも絵が得意で、将来の夢は画家です。苦手は走ることで、特技は柔道と相撲。見た目と違い、かなりガテン系なんですね。口癖は怪しいで、悪巧みをする人に気がつく鋭い観察眼の持ち主です。では本題に入ります。なぜラムリンがいなくなったのか。2012年3月に放送された第101話さよならラムリンでは、父の仕事の関係でフランスに引っ越すという理由でみんなとお別れをした以降、登場しなくなり、2012年度から教材からも姿を消しました。キャラクターが消えるというのはあまりありませんよね。理由は3つ。猫のニャッキーの登場と、当時の女の子としてリアリティに欠け、ラムリンのラムが食用肉を指す言葉だったからというものでした。年齢がだいたい6歳と考え、怪しいの口癖や失敗を滅多にしないできる子というのは不自然すぎると感じたのでしょうか。またレギュラーメンバーとして登場した猫のニャッキー、ニャッキーの家族構成は母親、おばあちゃん、兄の4人家族、父親はアニメに登場しておらず別の島で働き、お母さんが仕事で忙しいのでおばあちゃんに面倒を見てもらっています。シングルマザーやワーキンマザーが増え、社会情勢に合わせた家庭がニャッキー一家。イコールラムリンは大人の事情でアニメから姿を消してしまったのです。人気キャラクターで急にいなくなったため、アニメを見ていなかった方はびっくりされた方もいるかもしれませんね。ラムリンとニャッキーの共存はできなかったのでしょうか。ちなみに意地悪黒猫三兄弟やメイメイ博士もいつの間にかいなかったことになっていますね。また公式ではフランスに引っ越しでしたが、本当は中国に引っ越ししており、2012年から約3年間中国で頑張っていたようです。中国ではリンリンという名前で、日本版ではしっかり者で失敗はほとんどしないという性格でしたが、中国版では物忘れが多く、物を散らかす上によくなくすという特徴を加えられちゃってます。そして2016年秋にはもうニャッキーに変更されていました。ちなみにニャッキーの中国版の名前はミャオミャオ、プロフィールは日本版と同じのようです。いかがでしたか？ご感想お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。